おはようございます。今10時20分です。今日は近所の公園に来ています。緑ヶ丘公園、あっちに展望台、前に行った展望台ありますね。昨日はスローペースで30分走って60ポイント獲得できましたので、さらにゆっくりしたペースでやったらどうなるのかということで、このアルクスキーやってみようと思います。アルクスキーで30分、まあちょっと1時間やらなきゃいけないんですけど、本当は疲れるんですよね、アルクスキーってすごく割と。なので今まで30分連続でやらずにやめちゃってたんです。それが敗因だったというふうに判明しましたので、いや私は疲れるんですが、まあちょっと慣れてる人にとっては何でもないんでしょうきっと。なので、雪国仕様ということで、今日はちょっと、この雪だらけの公園から、ちょっと走るのはね難しいので、アルクスキーで挑戦してみたいと思います。いやーなんか自分の影をこうやって映すの面白いと昨日気づきました。だって本当にね初心者なんですよ、このアルクスキーは。全くこうかっこいいところは何にもありません。よし、ここはね金太郎池という、こうよいしょよいしょとこなんですけどね。ほう、ここは結構人がいるね。この苫小牧ではみんなが知ってる散歩コースです。普段はよいしょジョギングをする人が大勢いるんですが、おっとおっと、これは降りられそうもありません。私の技量では何ともなりませんので、よいしょ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 、こんな感じでね。おっと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 、これじゃスキーじゃねえだろっていう話なんだけど、まあねしょうがないですね。よし、どんどん行きましょう。よいしょ、おお、こうちょっとコースっぽくなってるね。なってるね、いいんじゃない。これは除雪をしてくれてるんだねきっと、公園の管理人の皆さんありがとうございます。これ金太郎池、全面結氷してますね、この時期は。よいしょよいしょ、金太郎さんという人が発見しただからの中で金太郎の池っていうらしいですよ。おお、はあ、よいしょ、いやこれ30分続けるのきついね、やっぱ早くも息が上がってきました。初心者の私にはもう30分とかね続けるの多分無理。でもそう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 、そうだから昨日言ったコンセプトのゆっくりペースで、うん、ゆっくりペースでやるというのを守りたいと思います。すごいね、真っ白だ。この周りは一周で
待ってよ、だけど88、こんなにハーハー言ってんのに、心拍数がね上がりませんね。ねえ、カモさんだし、なんで85とかなの。変だな。もっと心拍数上がっても良さそうなもんだけど、なんで上がんねえんだろう。不思議です。よく上がりません。この腕時計の評価がね、どういうふうにされてるのかちょっと謎です。ここは凍ってないね。凍ってないところにカモさんたちがいるんだね。ほら、金太郎の池広場、暑くなってきた。結構暑いですよ。でも、なんだろう、なんだろう、この、熊に注意。熊にはね、注意のしようがないんですよ。会ってしまったら。全面結氷の金太郎の池ですね。また80に下がっちゃった。なんかね、この、そう、またバイタリティやってる住友生命さんにお願いなんですけどね、橋本社長、このウェアラブルウォッチってやつはね、赤く測れるんだけど、そこまで正確じゃない。僕もずっとね、走っててね、気づいていることなんだけどね。いや、誰もが知ってるわ。知ってることです。腕時計がちょっとずれてたりすると、きちんと計測できないんだよね。そう。脈拍がね、ちょっと当てにならないとこあるんだよ。本当に。だって、こんなにハーハー言ってんのにさ、これ、82なわけないでしょ。ちょっとずれてたり、脈を取る場所がね、違ったりするだけで全然違う数値が出たり、時に対して動いてないのにすごい高い数値が出たりね、することがあるんですよ。本当にじっとしてる時にね、170とかね、死んじゃうだろうっていうような数値がね、叩き出されたりすることあるんですよ、この時計の調子で。だからね、あんまりね、心拍数に頼ったね、バイタリティポイント設定はね、賛成できませんね。確かにペースは遅いですよ、今。でもね、昨日のジョギングよりはね、明らかに僕は、はぁはぁ言ってるし、疲れてる。けどね、時計によると、脈拍が上がってないんです。そんだけのことなんです。そんな、形になっているものを、ポイントにしないとすると、だからしないってことが多くなりすぎちゃって、厳しいんじゃないかなって思います。ちょっとここから左にそれて、マー君が活躍した苫小牧の緑がかく球場に行ってみますか。地区予選ではね、まあ負けなしだったわけですけど、彼がいる間っていうのはね、今もかな、今も負けてはいないね、地区予選ではね。もう10分走りました。10分です。11分以上やって、まだ距離 0.8 キロ。まあ、歩くスキーだとこんなもんでしょう。
ピードも出ないですし、僕の場合けどね、はぁはぁ言ってんのは間違いないんですよ。脈拍がね、上がらないのが困ったもんですね。まあ、でもとにかく進みましょう。今やっと15分漕ぎました。分かってきましたよ、だんだん。僕歩くスキー遅すぎるんで、心拍が上がらないんです。これだけ遅いと。両手両足使って疲れてるんですけど、でもね、心拍が上がらないんですよ。100超えません。ずっと80前後で推移してる。まあでも、体鍛えてる人であればあるほどね、こうなるんだよね。大した動きじゃないと、肉体が判断すると。脈拍が低いわけですよ、社長さん。だからね、こういう少なめの数値が出ておりますが、決して運動を怠けているわけではありません。そこのところご理解いただいて、バイタリティのポイントをつける方法にちょっと反映させてもらえたら嬉しいな。よろしくお願いします。今はね、こんなトマシンスタジアムっていう名前に、前にビデオでも紹介した苫小牧新規にですね、ネーミングライツを売っちゃいましてね、ネーミングライツしまして、トマシンスタジアムなんつって言ってるんですよ。マー君が行った時は緑ヶ丘球場です。ここの公園の名前でございます。でも今はトマシンスタジアム。ちょっと名前がね、違うんで、同じ球場かどうか、あれって思った人もいたでしょうけど、同じ球場なんですよ。球場の一塁側の方からちょっと、中を覗けはしないですね。スコアボードもね、去年かな、新しくなったんで。マークにいた頃の面影はこの辺のスタンドの様子ぐらいしかないんですけどね。こんな小さな球場でも高校時代はやってたんですよ、彼もね。いや、本当すごい選手になりましたよね、高校時代の彼がね。まあ、高田監督の教えなんでしょうけど、学校の周りとかね、この球場の周りとかゴミ拾いしてるの僕見ましたよ、この辺で。彼ね、でかいんでね、目立つんですよ。他の選手より頭一つ出てるから、ゴミ拾いしててもね、まあ、関心によいしょ。有名になってからもサボらずやってましたけどね、彼はね。箱根駅伝の時の札幌ビールの CM でね、出てたけど、彼は、高校時代のあの試合やり直さなくてもいいって言ってたね。やり直したら変わっちゃうような気がするんでって。そうだよね、悔しい結果ではあるけどね、今の彼と、勝った方の斉藤君の様子を見てるとさ、あれでよかったんだね、マー君はね。マー君勝ってたらひょっとして、まあ力の差は何とも言えないけど、マー君が斉藤になってたかもね、知れないんだからね。プロに行ってもプロに行っても活躍できなかったかもしれない。負けんのは嫌だけど、大きな負けもある。そういうことだよね。すごいな、よくわかってる。おっとっと、今の方がゆっくり走ってるの。112とかさあるんですよ、脈拍が。やっぱりおかしいでしょ。ガーミンの腕時計に限らずなんだけど、前は僕ね、エプソン使ってたんですよ。そう、あんまりこう脈拍に関してはね、正確じゃないんです。こっちは陸上競技場です。
ね、素晴らしい陸上競技場がねあるんですよ。雪で見えませんが、はあ、雪でお見せできないのが残念です。しかし今日はだるま山がとっても綺麗ですね、はあ、駐車場までぐるっと回ればとっくに30分過ぎてそうです。苫小牧市緑ヶ丘公園陸上競技場、ここですよ、陸上の方の聖地は。ね、この時期は誰もおりませんが、ここが苫小牧市民マラソンの、ほらこんな感じなんですよ今、ね、ガラスに映ってたからお分かりいただけますでしょう。僕のね動きなんていうのはこんなもんですよ、こんなもん、こんなもんなんです。もう本当にペンギンかアヒルか、まあ、ちょっと可愛くペンギンと言っておきましょうね、ペンギンかアヒルかアザラシか、せいぜい頑張ってもこんなもんです。頑張らなかったらもっとゆっくりゆっくり、さっき映ってたような状況なので、ああでももうなぜか120とか言ってるし、そうなんですよ、そういうもんなんですよ、この腕時計のね、脈拍測るのって。そんなもんなんです。だからそれはぜひ分かってほしい、バイタリティポイントね、もっと臨機応変にやっていただきたいものです。では32分歩いちゃいました。ちょっと喋りすぎましたね今日は、終わりです、はあ、果たして、はあ、果たしてこれでバイタリティポイントもらえるんでしょうか。非常に疑問ですが、32分と54秒 2.42 キロ、はい完了ということで保存、ね、4カロリーは平均スピード 4.4 キロ、カロリーは178カロリーしか消費してません、また次の動画でお会いしましょう。それではまた、さようなら。